さんなら中で待っていますよ。それじゃあオイラたちも早く入ってみよう。ちょっと待ってください。会議の前に一つ約束してほしいことがあります。なんだ？計画を立てるときはくれぐれも無理のないように約束してほしいのです。お前はどう思う？ええ、みんな早いな。でもなんで誰も喋ってないんだ？すでに一回話し合ったからだ。最近どうしてたんだ？あんたたちに会いたかったよ。準備はいいか？わかった。大丈夫なのかよ。いい度胸だな。私もちょっと感服したぜ。試してみる価値はある。議論の進化は解決策を見つけることだ。無駄話はいいから次の問題に進もう。おいらまで緊張してきたぞ。皆さん、やっと出てきましたね。じゃ、先に失礼するよ。またな。おいおい、そんな顔するなって。あんたの言いたいことは分かってるぞ。ならいいんです。うまくいくよう願っています。旅人さん、パイモンさん、表情を見ると話し合いはうまくいったようですね。そんなこともわかるのか？私は策略なんかは苦手なのですが、皆さんの細かい感情を読み取るのが得意なんです。その反応からすると当たりみたいですね。おいらちょっと心配だぞ。全部がうまくいくといいけど。実を言うと私も少し心配です。でもあなたたちは私の知り合いの中で一番優秀な方々ですから、信じるべきですね。オイラたちを褒めてくれるのか？本当のことを言っただけですから、褒めたとは言えません。オイラたち、実はお前に言いたいことがあってここに残ったんだ。そう言ってくださって、私も安心しました。あなたたちだけでなく、ここを立つすべての友人にこう伝えてきました。皆さんの安全が一番大事なのだと。計画を成功させるには身の安全を確保することが第一です。ですからくれぐれも気をつけてください。はい、アドバイスに耳を傾けてくださってありがとうございます。私はここから皆さんの祝福を祈っています。ラジャ、いけると思う。ああ、アルハイゼン。別れの挨拶は済んだのか？おう、キャンディスはお前らにも安全に気をつけろって言ってたみたいだな。ああ、だがもう一度言っておく必要があると思う。これからの計画はおままごとじゃない。絶対的な信念を持たなければこの一歩を踏み出すことはできない。それなりの覚悟をしてくれているならいい。おいおい、今は士気を高めるような言葉を言うべきじゃないのか？コブの社交辞令なら今言っただろ。士気はめちゃくちゃ大事なんだぞ。士気はキャンディスが君たちに優しく接する役割を担うなら、俺はみんなに問題の深刻さを認識させる責任がある。例えば後方支援に努める者もいれば、前線で戦う者もいる。それぞれの役割を果たすのは間違ったことではないだろう。うん、前線で戦うって言うけど、お前は普通の兵士には見えないぞ。傭兵集団に比べれば確かにそうだ。俺はただの文弱な学問を収める者に過ぎない。しかし
俺は傭兵じゃないからこそ、比較的安全な場所でこうして策を練ることができるんだ。よく考えてみろ。あの傭兵たちは狂気に陥る危険にさらされている。それに学者も危険な職業だよな。ケオイ、お前も学者だろ。俺は俺、他は他だ。同じ品種のものにも優劣があるから、一緒にすることはできない。こいつ、オルモス校の奴らがお前のことをイカレ野郎って呼んでたのを忘れるなよ。愚かな者から見れば、賢い者は皆イカれている。だからそれは褒め言葉なのだ。そういえば、キング・デシレトの遺跡で見つけた情報のことを覚えているか？そこに、近畿の知識のことが記録されていた。そうか。悪くない記憶力だ。近畿の知識は人を狂わせるが、このことはスメールの人々に公開されていない。教令院に所属する俺でさえ、初耳だった。そうだな。学者や傭兵たちが狂気に陥ったのは、近畿の知識の影響を受けたからかもしれない。しかし、これは教令院の推測とは少し異なっている。何しろ教令院は、狂気の症状は神の知識の副作用であると考えてきたからな。教令院は、近畿の知識の概念をよく分かっていなかったから、間違った方向に推測していたんだろう。今起きている様々な現象を合わせて考えてみれば、地域、マリン病、砂嵐、千年前、砂漠で起こった近畿の知識による汚染によく似ていると思わないか？でも、地域とか砂嵐とかの原因って、世界樹が病気になったからじゃなかったのか？ティナリはそう言ってたけど、あ、もしかして。君もたどり着いたか？世界樹が病気になった原因は、近畿の知識の汚染かもしれない。どうしよう。大変だぞ。クラクサナリデビがこの状況に対応できる策を持ってるのか？お前がアビディアの森で気を失った時に見た情景と、世界が私を忘れてって言葉のことか？どうやらクラクサナリデビを救い出すことはとても重要で意味のあることらしいな。目的を遂行するために、俺は一部の仕事の成果を検証しに行ってくる。どこに行くんだ？エルマイト旅団の拠点へ。揃っているみたいだな。なんでここにこいつらがいるんだよ。ここで技術的な仕事をさせていたんだ。え、書記官と旅人？進捗はどうだ？ああ、書記官に言われた通り修理したよ。今使えるのは1台で、その他はまだ修理中だ。これって缶詰知識を抽出する装置だろ？まだ何か使い道があるのか？これを見ろ。缶詰知識はまだここにあったのか？お前またこいつの頭に何か危険なものを植え付ける気かよ。その表情、君は怖いのか？ちょっと怖いし、それ以上にめちゃくちゃ怒ってるぞ。ほう、なかなか興味深い。しかし今はそれを使う時じゃない。前の作戦会議でも言ったように、この缶詰知識には俺が作成した一本の法令が入っており、教令員もそれを持っている。計画通り。旅人、この缶詰に記録してほしいことがある。君は俺たちがクラクサナリデビを救い出せると信じているか？それはいい。信じる心が一番重要なんだ。じゃあ準備ができたら、この装置を装着してくれ。信じる心を缶詰知識に記録するのか？そうだ。おいら、と
君の気持ちは理解できるが、今はこれが必要なんだ。俺の言う通りにするのが一番いい。何事も、まずは自分から騙さなければならない。自分を励ますことも、時には欺瞞になる。でも、役にさえ立てばいい。なんだか一理あるようにも聞こえるけど。なら、想像しろ。今、俺たちの計画は全て完了した。クラクサ・ナリレビの救出にも成功し、スメールを変えられた。全てが順調に進んでおり、人々も俺たちの功績を認めてくれている。目を開けるといい。はい、これ。これって。読んでみろ。もういいぞ。頭は痛くないか？大丈夫なのか？ただの記録だ。問題はないはず。でも、今したことが一体何の役に立つんだ？理解できずとも仕方ない。そもそも、これは君たちのようなもののために用意したのではない。オイラたちのような？忘れたのか。今回の計画は、長期的にアーカー社に頼っている人々に向けたものだ。君たちから見れば信じがたいことかもしれないが、今までずっとアーカー社に頼ってきた人たちにとっては、頭に浮かぶ全てが真理なんだ。想像してみろ。もし生まれた時からアーカー社のような装置を使い、君が必要な時にはいつでもサポートし、助けてくれたとしたら、そのまま年月を重ねた君は何になる？何って、極つぶし？指令の奴隷だ。だからこそ規則はとても重要なんだ。それに規則を知っている者は自ら境界線を引き、グレーゾーンを見極めることができる。でも、なんでお前はグレーゾーンを見極めたいんだ？こういう曖昧な領域が面白いと思ったから、というだけだ。それに、プラスの収穫をもたらしてくれることもある。こいつが興味を持つものって変だぞ。スメールの学者って、みんなそうなのか？さて、雑談はここまでだ。これから、前科のある助っ人の二人に、ちょっとしたことをやってもらう。君たちはキャラバン宿駅に行って、次の準備を手伝ってくるといい。ちょっとしたこと？アーカー社端末に、少々細工する。計画はそうと決まってただろう。なんだって急に後戻りするんだ。やり方が過激すぎる。犠牲が出る可能性が高い。よく考えたが、やはり納得できない。だが、これが現時点で成功率の最も高い計画だ。マハマトラであったお前なら、長い目で見るべきじゃないのか？確かにメリットは見えた。だからこそ、その裏にあるリスクもよくわかっている。アルハイゼンの計画は、俺が思っている以上に過激だ。え？お前たち、なんで喧嘩してるんだよ！友よ。セノを説得してくれ。こいつ、俺たちの計画に反対してるんだ。会議ではまず解決策をみんなで見出し、具体的な実行については現地の環境を最もよく知るお前たちに任せると決めたはずだ。だがお前は直接アルハイゼンに助言をもらいに行った。アルハイゼンがこんな助言をすると知っていれば最初から反対していた。俺たちがもう仲間だってことは分かってるだろ。傭兵は互いの友情を大切にするが、犠牲も恐れない。そうだな。だが、残念ながら今回に限っては、お前たちの理念を認められない。お前は砂漠をよく知っているようだな。
旅人、パイモン。このことはお前たちも知っておくべきだ。ラフマンの提案は、俺がマハマトラとしてキャラバン宿駅の衛兵と手を組んでこいつらを捕まえ、スメールシティまで応送するというものだ。待てよ、衛兵と手を組むっていうのか？忘れたか。俺たちはあの壁を簡単には越えられないんだ。キャラバン宿駅が未登録のエルマイト旅団のメンバーをそんなにたくさんスメールシティに行かせるわけがない。俺の提案なら疑いも晴らせるし、一度で多くの人をシティに送れる。これ以外に策はないだろう。なるほど。お前にこれを提案した奴もそう言っていたようだな。これがどんなに危ないかアルハイゼンは知ってるだろう。あ、もちろん。だから奴はこうも言ってた。安全かつ確実な方法など存在しない。しかし計画を完成させることだけを考えるなら、この方法は見込みがある。それにマハマトラのセノと旅人が協力してくれれば計画の成功率はかなり上がるとさ。俺は人を盲目的に信用しない。何しろ俺は人を見る目があるからな。俺一人で捕獲を実行するならば、お前たちに怪我をさせないよう力をコントロールできる。だがキャラバン宿駅の衛兵もそうしてくれるとは限らない。よりリアルに演出するためにお前たちは少なからず抵抗するはずだ。その時怪我や犠牲は避けられない。敵ならここでくたばってくれても構わないが、お前たちは仲間だ。こちらの陣営がそのような損耗をするのには反対だ。まさかマハマトラ様が俺たちの安否を気にしてくださるとはな。殺し合いの日々を送ってきたが、お前のような奴はあまり見たことがない。俺は仲間に対して常に尊敬と誠意を持って接しているから、こういう重要なことは絶対にはっきり教えてやるんだ。これじゃあ逆に俺の立つ瀬がないじゃないか。なあ、オイラたちも何かしようぜ。そう言うと思った。オイラたちが仲間を少しでも多く倒せば、衛兵が手を出すチャンスは減るだろう。たとえ少ししか役に立たなくても、それでもいいんだ。セノ、兄弟たちを代表してお前の行為に礼を言うよ。だが今回は後戻りのできない任務だ。確かに仲間は大切だが、俺たちがこれから成し遂げようとしていることの方がもっと重要だろ。犠牲を恐れないのは勝利のもたらす利益を求めるからだ。俺たちの大きな願望をサポートしてくれ。これが砂漠の民のガッツなのかもしれんな。お前がそこまで言うなら俺も反論できない。ただ絶対に心に留めておいてくれ。計画通りに行動しろ。常軌を逸するようなことはするな。キャンディスの言ったように計画を成功させるには身の安全が第一だ。お互いにこの作戦の意義を認めたからには、創新の信者とキング・デシェルトの信者の間に隔たりがあってはならない。全ての命が大事なんだ。わかった。約束しよう。この願望のために行動スタートだ。衛兵たちは通常隣の中庭に駐屯している。行けばすぐ見つかるはずだ。衛兵。大マハマトラ様、どうしてこんなところに。隠密行動中だ。大規模な犯罪組織を逮捕するために兵を率いてきた。教令院の隠密行動指導条例に基づき、キャラバン宿駅側にも協力を願う権利を持っている。もちろんです。瀬野様の命令は教令院の命令ですから。
当然ご協力しますよ。しかし、これからどのようなものを捕まえに行くので？相手の人数は？規模によっては上に報告しなければなりません。相手はエルマイト旅団のとある分隊で、規模はオルモス港で活動しているアフマルの目とほぼ同程度だ。教令院内部の物資の盗難と転売に関与している。アフマルの目の規模って、ならば今回の行動は共同逮捕と行くべきかと思います。では一刻も早く報告し、砂漠での武装作戦における高い基準に従って人員を手配せよ。はい、今すぐ連絡いたしますので少々お待ちください。これは外部の者に対する態度だ。お前たちは仲間だからな。お前らよくのんきに世間話できるな。オイラはドキドキしっぱなしだぞ。怖くないのか？もしセノが大マハマトラの仕事を辞めてあいつらを裏切ったってことがここの衛兵たちにバレたら。それにたとえ今の衛兵が知らなくても上司にはもう知らされてるかもしれないぞ。覚えていないか？この件なら会議で議論しただろう。キャラバン宿駅での準備はとても重要だが、心配することはない。衛兵たちはセノが大マハマトラで亡くなったことをまだ知らないはずだ。どうして断定できるんだ？もし万が一のことがあったら。第一に、他のマハマトラはセノが教令院を出た理由を今も知らない。それはつまり教令院はこの件に関して何の声明も出していないということだ。第二に、今は教令院の神を作る計画の重要な時期だ。そんな時に大マハマトラの職に動きがあれば、まず疑念を招くだろう。だからセノのことは公開しない方が合理的だ。ああ、俺も同感だ。そして次の問題、アーカー社の予測機能が俺たちの行動に影響を与えるのではないかと心配している者もいるらしいが。アーカー社はまだ作動しているから俺は警戒しないといけない。いや、むしろアーカー社の能力から考えれば、未だに俺の行動が制限されていないのは不自然なくらいだ。それについてだが、俺はよく考えてみた。今のところ心配する必要はないと思う。覚えているか？最初君がアール村に来た時、行動やルートは全てアーカー社に演算され、グラマパラをさらった奴らに筒抜けだった。だが旅人と合流してから似たようなことは一度も起こっていないだろう。確かにそうだ。だがなぜ？逆に考えてみればいい。どうして自分がアーカー社に予測されると思う？俺のデータがアーカー社に記録されているからだ。ああ、しかし問題の核心は、アーカー社はどこまで人を予測できるのかと君は疑ったことがないのか？どうしてアーカー社がそんなことをできるのかと。アーカー社は全スメールを掌握しているから。教令院では人間の行動は論理的であるという意見が主流だ。記録されたデータを整理して深く分析することで、アーカー社は行動ロジックを導き出し、そのロジックにかなう人の行動を予測している。誤謬を解くつもりはないが、ロジック通りなどと本当に誰でもそのように生きられるものだろうか？喜怒哀楽もロジックの一部だが、毎回の感情が等量であると保証できるか？情緒や観点は 100% コントロールできるものなのか？セノ、君はこれまで単独行動をとっていたから、君の考えに干渉できる人はいなかった。だから、君に対するアーカー社の判断は、君の行動ロジックの原理とほぼ乖離がなかった。君は一人で問題を処理するのに慣れているし、果敢で芯がある。
君がそうした性格だからこそ、アーカー社は君の予測に効果を発揮できたんだろう。だが、君は今、団体行動をしている。この団体にどのような人物が含まれているのか、アーカー社はまだ把握していないと思う。つまり、俺たちのロジックと思想は集結したものであり、混乱したものとも言える。俺たちとの間に、矛盾や対立が生じる可能性もある。しかし、アーカー社はその部分のデータを持ってはいないし、過去のロジックに基づいても、未来の君を予測することはできない。つまり、固定のデータに支配される部分には、限りがあるということだ。だから、今の君は安全だと思う。理にかなってるな。私も同意見だ。人は生きてるものだが、アーカー社には命がない。命のないものに、私たちが完全にコントロールされるとは思わないぜ。そうか。アーカー社には予測できないことがあり、人も過去に縛られることはないということだな。はぁ、それを聞いて、オイラもだいぶ安心したぞ。今後の会議では集中してくれ。わかったよ。警戒は怠らないようにな。あ、足音が聞こえてきたぞ。大マハマトラのセノ様、こんなところでお会いできるとは、お珍しいことです。大石境エリアの治安の責任者です。ルシェム・バーボとお呼びください。ああ、これは俺の助手の旅人だ。俺と一緒に行動することになっている。隣にあるのは彼の作業用の機械だ。機械。はじめまして。お会いできて光栄です。あなたの金色の髪は、まるで太陽の光のように眩しいですね。そして、これは不思議な。強霊院のハイテクノロジーでしょうか。先ほどの話だが、結論は。深刻な事態ですので、もちろんあなた方に協力します。というより、あなたのようなお偉い方と一緒に任務を執行することは憧れと言った方がいいほどでして。建前はそこまでにしよう。ああ、はい。精鋭の正体を率いて、俺と一緒に境の東側で隠密行動を行ってもらう。かしこまりました。地図は？早くしろ。地図を持ってこい。2日後、そこでラフマン率いるエルマイト旅団と戦い、奴らを一挙に逮捕する。時と場所、分かったか？問題ありません。いいだろう。またその時に合流しよう。はい。オイラ、偉いってのもメリットがあるって気づいたぜ。みんながすごい敬意を持って話してくれるんだ。これらはすべて、強霊院の絶対的な権威があってのものだ。そして今、俺たちはその巨大な権力機構に、反旗を翻すんだぞ。ちゃんと準備をしろ。2日後には行動開始だ。あ、誰かがもう着いたみたいだぞ。オイラたちも、早く行こうぜ。待った。忘れたのか？お前らは俺の助手だ。助手は俺の後ろについているべきだ。さあ、行こう。大マハマトラ様、助手様。お二方。早いな。ええ、今回の行動を重視している証です。強霊院に関する重大な事件ですから、必ず全力を尽くします。覚悟があるのはいいことだ。だが、戦闘中も生け捕りにすることだけは忘れるな。転売ルートの鍵は、そいつらの中にある。承知しました。皆様、エルマイト旅団一行が西側から等速接近中です。いつでも戦えるよう構えろ。
待った。おや、そんなにフィーバーしちゃって旦那様たちは何をするつもりだい。刀だの槍だの、いい商売には見えないな。ラフマン、お前とその一味の密輸転売ルートはすでに教練員の耳に入った。血が惜しいなら抵抗はやめておけ。お前は教練員のマハマトラか。わざわざこんなところまで捕まえにいらっしゃるとは。世間話をしに来たわけじゃない。傭兵になってからこれほど温かく接してくれる奴はいなかったな。お礼に、野郎ども、奴らの血で我らの刀を染め上げろ。エルマイト旅団がどれほど手強いか思い知らせてやれ。燃えろ、みんなは俺が。風の行く先を。そっか、天理チョーク。三、行こう。風の赴くままに、お道を散らまくを。はびこえ、芽生えよ。はあ、三、すい、はっ。これで終わりだな。完全鎮圧です。行動終了。包囲網内にいるエルマイト旅団の傭兵および関係者は。クソ、送信の犬が。全員くたばれ。くたばるのはお前らの方だ。キングデシェルト様はお前らを呪い、絶対に。黙れ。全員を縛り上げてキャラバン宿駅に連れ戻せ。数えて問題がなければ大マハマトラ様の命令通り教練員まで送れ。はっ。それでは瀬野様、俺もこれで。もしまたご指示があるようでしたらキャラバン宿駅までルシェムバーボをお尋ねください。ああ、わかった。行っちゃったな。場所を変えよう。一連の作戦は成功したみたいだな。ああ、完璧にこなせた。やったぜ。まあ、ラフマンへのパンチは痛そうだった気分ね。俺はこの後キャラバン宿駅に行って監視をする。約束しよう、必ずみんなを無事にスメールシティに送り込む。そうだぞ、お前がいてくれたから今回はうまくいったんだ。まだ祝う時じゃない。今頃リシエがお前たちを待ってるだろう。あいつのところに行ってやれ。ティナリを紹介してくれるのを待ってるはずだ。そういえば計画の全貌をティナリに伝えなくて本当によかったのか。オイラたちを信じてくれなかったりして。俺とティナリは仲がいい。俺からの伝言があれば説得できるだろう。あいつは俺がそういう冗談をしないと知っているからな。助っ人を探すならティナリは最適だ。さあ次の作戦に移ろう。あまり待たせない方がいい。デシア、お待たせ。やっと来たか。私たちのこの部分が一番重要だとか言ってなかったか。それにしちゃのんきなお出ましだよな。待ってる間にあたりを5周ほどして酒を7本飲んで新しい服まで何着か変えたぞ。あ、ごめん、そんなに待たせちゃってたとは。ただ両親を痛めつけて態度を正させたいだけさ。何しろ次が一番重要なのにこんなに遅れてくるんだからな。その真剣な顔、あんたを困らせるのが惜しいくらいだ。待ちぼうけで腕がこわばっちまった。さ、動け動け。でもどこか
覚えてるか？私たちの仕事はファドゥイ執行官博士の状態を確認すること。リスクを排除し、クラクサ・ナリデビの救出を邪魔させない状態を確保することだ。スメール全体を支配する教練員を相手にするだけで大変だったってのに、博士まで手を出してきたら計画を完遂なんざ到底できない。本当にとんでもない難題を出してくるよな。博士って名前だけでも手ごわそうな感じがするぞ。ああ、聞いただけで教練員の偉そうで傲慢な年寄り学者を思い浮かべちまうね。そんな奴と付き合うのはごめんだぜ。計画通り、まずはパルディスディアイに行ってレンジャー長のティナリを探す。アルハイゼンとセノの情報によれば、ティナリはまだ教練員に信頼されているそうだ。だからあんたはティナリを探して博士に関する最新の情報を突き止めようって説得するんだ。その今や壁内の至るところに賢者の目はあるからな。私はボディーガードとしてあんたと行動する光栄に思えよ。私は簡単に雇えるようなボディーガードじゃないからな。傭兵は金しか見ないんじゃなかったか？それはそうだが、私は仕事も選ぶんだ。あんたたちなら割引してやろう。いくらするんだ？払える額なのか？報酬はそうだな、笑ってくれればそれでいい。このところあんたずっと嬉しそうな顔をしてないからな。あんたみたいな人が笑ったらきっと可愛いはずだ。笑えよ。その方が私も安心できる。お、いいぞ。この笑顔が私たちのお守りになりますように。笑顔にもいろいろあるが、人を祝福できるのは喜びや幸せから来るものだけだ。今の笑顔は未来の勝利の前借りさ。さあパルディスディアイに出発だ。旅人にパイモン。それと、こんにちは。こいつはオイラたちの友達で、リシア、傭兵だ。傭兵を連れて僕のところに来るなんて。何か重要なことがあるんだね。そうそう、すっごく大事なことなんだ。頼む、助けてくれ。わかった。ついてきて。ここなら誰も来ないはずだ。さて、一体どんな重要なことなの？博士。マスクをしてて見るからに怪しいファデュイの執行官だ。確か青い髪だったな。その人なら知ってるよ。偶然だけど、パルディスディアイを離れたばかりだ。そんな偶然が？うん。僕に用事があったらしい。具体的な内容を聞いてもいいか？唐突に思うかもしれないが、あんたの答えはとても重要なんだ。今こちらが言えるのは、あんたの友達、セノと一緒に行動してるってことだけだ。セノが、なるほど。だから教練員にいなかったのか。わかった。僕は君たちの質問に答えるし、手助けもする。セノの名前ってこんなに聞くのか。私たちが嘘をついてる可能性を恐れないのか。そんな冗談は結構。君も旅人も、それにセノも、こういう冗談をするような人じゃないだろ。もし言いにくいことがあるのなら、話さなくてもいいよ。さて、君たちの言う執行官、博士が、僕のところに来たのは、ハイパシアという学者を連れて行くためだ。
それに連れて行くってのはどういう意味だ。スメールを離れるのか。うん、彼はもうすぐスメールを離れてスネージナヤに戻るって言ってた。ふーん、つまりすぐにここを立つってこと。ああ、そうでなければもう少し話せたかもしれん。すぐに帰らねばならないんだが、出発前に一つ重要なことを思い出してな。周り、そのハイパシアという学者の面倒はお前が。パデューイはよほどよく偵察をしてるみたいだね。確かにハイパシアは僕の元で治療を受けているよ。失礼だが、彼女への治療の進捗はいかがか。何か言いたいことがあるんだろ。それなら単刀直入に言おう。ハイパシアをスネージナヤに連れて行くつもりだ。患者の移動は簡単なことじゃない。君は学者なんだから、まさかそんなことも知らないってことはないよね。ほう、私を疑うばかりか。私の能力まで疑うとは、それは本当に正しい判断かね。まあ、こんなお願いをしてきたのは君が初めてだからね。もちろん我々は彼女の旅の安全を確保する手段がある。それにハイパシアは一流かつ効果的な治療を受けられると保証しよう。私が直々に治療に参加し、回復の手助けをする。これでどうかな。ハイパシアはスメール出身で教令院の学者だ。今のところリスクを負って他国に送らなければならないような状況じゃないよ。彼女をスネージナヤに送ること、そのリスクとメリットは未知数だ。彼女の治療を担当する者として同意できるはずがない。無謀で無礼で愚かな提案はやめといた方がいいんじゃないかな。僕は博士をよく知らない。でも彼と話しただけで僕が嫌いな学者特有の傲慢さをひしひしと感じたよ。威張り腐ってるっていうより自分の能力を極度に信頼してるんだ。ほとんど狂気と言えるほどにね。患者をそういう人に渡すことはありえないよ。それが僕は言い争いの準備をしていたんだけど、彼はあっさりと引き下がったんだ。でもすごく気になる反応だったな。ふん、なるほど、お前の意見にも一理ある。まだ若いのに頭が固いな。少々意外だ。普段ならこのままお前を見過ごさないんだが、あいにく今日は急いでいる。尊き女皇陛下のお呼びでな。幸い出発までにはまだ少し時間が残っている。すべてを片付ける余裕ができた。教令院の言う通り、お前は責任感のある聡明な学者だ。だが残念ながら賢明ではない。だからお前のようなものはいつまでたっても気づけない。人は遅かれ早かれ自分の頭の中にあるものの責任を取らなければならない。誰も。してるみたいだけど、自分から質問しておきながら僕の答えなんか気にしちゃいない。た言葉に悪意はないけど、骨の髄まで無関心で心の中では常に人を見下しているんだ。ああ、信じがたい話だ。でももしそれが本当なら
状況は一気に有利になった。見逃したところはないと思うよ。むしろ君たちにあまり危険なことはさせたくないからね。持っている情報が多ければ多いほど、より安全に物事をこなせるはずだ。私たちが隠し事をしてるにもかかわらず、情報を与えてくれた。この借りは、しっかり胸に刻んでおく。別にいいよ。僕にはこうする義務がある。強いて言うなら、このすべての起因は、僕に関係があると言えなくもないからね。最近、先生から何通も、教令院に来て研究の手伝いをしろって手紙が届くんだ。教令院に呼ばれるのは初めてじゃないだろ。ああ。でも、今回のは少し変だ。手紙の筆跡や文体は極力似せてあるみたいだけど、細部がおかしい。先生は時々、手紙の裏に黒い点をいくつか打って送ってきてたんだ。点が一つなら手紙を書いた時は晴れていて、これは長年続いてきたものだけど、最近来る手紙にはこういう記号が一切ない。何か起こったのかもしれないと思ってね。ああ。ずっとガンダルバー村にいるお前より、教令院にいる俺がこの件を調べた方がいい。そう思ったんだろ？そういうこと。身の安全を確保しながら、情報を探ってみてほしいんだ。わかった。だが、ことはそう簡単なことじゃないと思う。教令院は近頃、大きな計画を練ってるみたいだ。まだ内情は把握していないが、もし上の方々が、人には話せない秘密を抱えてるなら、調査し始めると、抜け出すのが非常に難しくなる。もし収束がつかない事態になったら、俺は教練員を離れるよ。俺が長い間教練員からいなくなれば、それが合図だ。うん、そうしよう。じゃあ僕はいつでも対応できるよう、ガンダルバ村にいる。もし本当にそういう状況になったら、お前は警戒しろ。教練員から来る、あらゆる情報と要求にな。それにしても、大マハマトラの君が、そんなことを言うなんて、思いもしなかったな。教令院への忠誠は、賢者の言いなりになることじゃない。俺は、自分が何をしているのか、よくわかっている。お前こそ、卒業生のくせに、教令院を疑り深い目で見てるんだな。先生は誠実でまっすぐで、悪いことに耐えられない人なんだ。職場で苦労しないかって、学生の時は心配だったよ。ちょっと遅くはあったけど、まあ予想通りかな。そうだったのか。あんたらは最初から教令院の異変に気づいてたんだな。これはセノが事件に巻き込まれた理由でもあるのかもしれない。だったら僕も約束通り君たちを助けなくちゃね。そうだ、この後セノに会うなら伝えてくれる？自分の見たこと、聞いたことを信じるってね。今のあいつにはこの言葉が必要だと思うよ。おう、チャンスがあれば言っておくぞ。あ、次はあいつを探さないとな。あ、そうだ、もう一つ聞くが、博士はここを立つとき、どの道を行った？あっちだよ。よし、ありがとうな。それじゃ、先に行くぞ。ティナリの話じゃ、博士はスメールを離れるつもりみたいだけど、これの真偽を確かめたいな。それに、すべてを片付けるっていうのは何を指してるんだ？こういう人物には注意を払っておいて損はない。念のため、こっから追いかけよう。でも、どこに行ったかもわからないのに、どう追いかけるんだよ。
傭兵には傭兵のやり方がある。私は道沿いの手がかりを探すから、あんたらはついてこい。あの執行官、どれだけ用心深いつもりでもバッチリ痕跡が残ってるぜ。それか、花から痕跡を消すつもりがなかったのか。これも奴の傲慢さらしいな。ああ、方向は合ってる。痕跡は新しいが、近くに人はいないみたいだな。どうやら本当に急いでたらしい。ほぼ私の予想通りだな。ここまででいい。博士の動きはほとんど突き止めた。ここから南に行くとオルモス港が見えてくる。奴らはそこに行く気なんだ。港？あ、船に乗るつもりなのか？そうだ。私たちもオルモス港に向かおう。気づかれるだろ。港はファディの衛兵だらけだな。もうちょっと近づいてみようぜ。ああ、こういう送別の儀式こそ我々スネージナヤの執行官にもふさわしいよな。あの方はもう離れてしまうのか。はあ、あまりお見かけする機会も。前に俺がスネージナヤで就任した時は、博士、今とちょっと話し方が違ってた。きっとスメールでの習慣があの方を変えたんだろう。佐渡に駐在するっていうのはこういうことか。スネージナヤに戻られても生活に慣れるまで少し時間がかかるかもしれんな。え？長官、何かの間違いでは？いやいや、俺の記憶力はいいんだぞ。本当に違ったんだ。姿も口調も少しだがな。あと理由はわからないが、なんだか、顔色がツヤツヤして輝いて見えるような。気のせいでしょう。公務で外出してるのに顔色がツヤツヤするはずないじゃないで。博士はあっちの船にいる。嘘はついてなかったらしいな。確かここでよし。船の状況ははっきり見えるし、ここならまずバレないだろう。私たちに挨拶してるのか？さようならと言わなくては。待て、船にはあいつ一人だけか。あれ、他の奴らはついていかなかったのか？さっきまでいた。港の衛兵たちはどこに行った？数分前まではまだここにいたはずだけど、今は急にいなくなったみたいだぞ。まさか囲まれた？まさか。幸い出発までにはまだ少し時間が残っている。すべてを片付ける余裕ができた。まずい、ハイパシアが危険だ。早くパルディスディアイに戻ろう。え、どういうことだ？彼女は見てはいけないものを見てしまったようだ。私がファドゥイならきっと彼女をどうにか連れていくね。だが、早く行くぞ。パルディスディアイは君たちファデュイが好き勝手に暴れていい場所じゃないよ。言っただろう。上の方は俺たちがパルディスディアイで研究用の薬草を探して持ち帰ることを許可したんだ。ファデュイは何も今日初めてスメールに到着したわけじゃないだろ。こんな時に薬草を取りに来るなんてわざとらしすぎるんじゃない？大賢者ですら
ファデュイの研究に口を出す資格があるとは限らん。ましてやお前のように小さな学者など言うまでもないな。忠告はした。身から出たサビにならんようにな。どうやら僕の意見は受け入れてくれないみたいだね。認めるかどうかは別として、ファデュイがこんな時にパルディスディアイに来るなんて、薬草を探す他に目的があるんだろ。言いにくいことだが、我々への憶測は余計な問題を生ずることにもなろう。だったら責められるべきは隠し事のできない君たちの執行官だね。僕は学者としてパルディスディアイに滞在している。でもだからといってレンジャー長の身分を捨てたことにはならない。スメールに貢献した学者たちの生活が邪魔されないようにするのは僕のレンジャー長としての責務だ。つまり交渉決裂ということか。今日も誰にも邪魔させないからね、ハイパシア。ミナリ、大丈夫か？平気だよ、悪い。いい度胸だな。どうやらお仕置きが必要らしい。抵抗したところで何のメリットもないぞ。これじゃキリがない。旅人、パイモン、後ろからの奇襲を防ぐためにハイパシアのところに行ってくれ。わかった。ハイパシアはまだここにいるから誰も来ていないはずだ。どうだ？はあ、無事でよかったぜ。あらら、これで終わりだと思っちゃった？君の慌てる姿を見るのも懐かしい。僕に会うたびこういう表情をするんだね。ザヒョウはどこにいるんだ？君の心の声はっきり聞こえてるよ。まさか忘れちゃった？君が初めてパルディスディアイに来てハイパシアと接触した時にも僕は君を見たんだけどな。僕が何かする必要なんてないさ。僕と意識をつなげられることはハイパシアにとって光栄なことだもの。誰と話をしてるんだ？まさか、まさか残響じゃないよな？そんなわけないか。気になるよね。教えてやってもいいよ。今回は君の接触を感じたからこそ僕は自らハイパシアの意識に入ったんだ。無駄なあがきをしている人間を見に来ただけさ。おい旅人、お前は僕の進化のプロセスはほぼ終了した。残りは、後片付けをするだけだ。わかるかな？クラクサナリデビを救い出せたとしても、神としての僕と君たちの間には、実力において、雲泥の差がある。子供同然の神を、僕に歯向かうよう強要するのは、賢明とは言えないよ。学者どもが知恵の神を信仰しているからこそ、恐れ多くも送信計画を実行できた。だけどこれは、人が神を崇拝する行為が冒涜と神聖さを同時に内包している証明とも言える。なかなか滑稽じゃないか？言ってごらん。
そうかい。僕は今機嫌がいいから、こんな風に君とおしゃべりしてるのさ。というと？話だけを聞くと、まるで君が僕の友達で、僕のことを心配してるみたいじゃないか。だがそれは大間違いだ。僕は君とも、他の全員とも違うのさ。僕は、神になるために生まれた。今までの人生は、すべてが無意味な過程に過ぎない。神と同じことだよ。神自身は、意味をなさない。重要なのは、そこに書かれた内容の方だろ？今までの僕が残したのは、苦痛にまみれた記憶と、人としてのくだらない感情だけ。この上なく愚かで、とっとと終わるべきものさ。逆に君たちのようにあがき続ける人間の方が、僕にとってはよほど面白い。君がこの世界で戦わなければならない理由は何だ？今の僕は、君の意識と繋がっているから、君の心の声が聞こえる。もちろん今日のおしゃべりは悪くなかったから、一つアドバイスをあげるよ。その無意味な守護者気取りをやめな。君は、真実を何一つ分かっていないんだから。これこそ全ての人間と君のためだよ。人という生き物は無知であればこそ幸せになれる。そうだね。僕は彼女をとても気にかけている。君だって、こうしたはずだよ。彼女は僕の神の意識を覗き、同時に僕の過去も覗き見た。彼女は、一人目の信者と呼ばれる資格がある。神には信者がいないとだろう。ハイパシアは幸運にも、僕に選ばれたのさ。彼女の出現は、僕が神の権力へ初めの一歩を踏み出すことを意味し、彼女の信仰こそが僕の栄光を築いていく。君は常に僕の言葉を疑うんだな。まあいい。君もすぐにわかるさ。君がどんな権威を疑ってるのかをね。誰がこの敬虔な女性を傷つけようとしていると言うんだい？博士が僕の初めての信者に手を出そうと？面白い。言われたことがないかい？君、中を引き裂くのが下手だね。博士は昔から身の程知らずな奴だった。人間のくせに今も新たな神に干渉したいと考えている。でも、そんな言葉だけで僕の力を利用して博士を排除しようと思ってる君もちょっと甘すぎるんじゃない？そうだな。ハイパシアにあげたように君にもプレゼントをあげよう。君がここで僕と会話できるのも僕からの恵みだ。僕の声を聞く者として君に褒美を取らせよう。良きことも悪きことも恩恵としてみる。これぞ神の横暴さ。今までずっと話してたのかよ。
ティナリが怪我をした。大丈夫。動くな。あんたには休息が必要だ。旅団でこういう雷に打たれた怪我を見たことがある。雷に打たれたのか？ついさっき持ちこたえられなくなりそうな時に天気が突然おかしくなったな。雷が狂ったかのように全員を攻撃してきて、敵も味方もお構いなしだったんだ。幸いこっちは二人だけで、動きも機敏だったからなんとか大体は避けられたんだが、ファドゥイの方は人数が多いからこんな密度の雷に打たれてかわいそうに。でもおかげでみんな引いてくれたね。なんで謝るのさ。なるほどね。でも大丈夫だ。君もきっとこうなるとは予想していなかったんだろ。僕のことより君の表情だ。ちょっとまずい事態みたいだね。おい、動くなっつっただろ。念のためハイパシアのところで話の続きをしよう。よかった、彼女が無事で。自分のことも心配しろよ。僕の状況は僕が一番わかってる。致命傷じゃないから大丈夫だ。医学がわかる人と話すのは疲れるぜ。わかるよ。こういうタイプはすぐ強がるんだよな。急に座ってどうしたんだ？ごめん、少し休ませて。旅人、話していいよ。お前ら、そんなこと話してたのか。あいつにそんな考えがあったなんて。幼霊院の送信計画。ふざけた真似を。なんて言えばいいのか全くわからないぜ。こういう、志が高いやつって言うべきなのか。どうせ私にあいつらのことは理解できない。毎日気持ちよく過ごして、お酒と美味しい飯があって、必要な時に仕事をして、夜にぐっすり寝られたら、私はそれで満足だしな。どうやら私は、パルディスディアイに出入りしてる人間の中で、一番夢がない奴みたいだぜ。そんなこと言わないで。さっきの件に、まだお礼を言ってない。気にするな。お安い御用だ。とはいえ、少なくとも博士は、確かに何かの用事があって、慌ててスメールを離れたってことには確証が持てそうだ。まさかファドゥイたちは、残票に関する何らかの秘密を守るために、口封じをしようとしてるのか？さっき、残票はハイパシアに自分の過去を覗かれたって言ってたんだよな。あいつの過去に何かあったのか？気づいたか？残票も博士の行為は不満なようだ。博士が自分と対等な立場にいるとは思ってないみたいだしな。じゃあ、もし博士が現れたら、残票は雷で攻撃するのか？こいつの話からすれば、そうするだろうさ。博士がスメールから離れたことは、私たちにとっても、あいつにとっても、いいことかもな。つまり、この仕事については、無事に終わったぜ。博士はこれからのことに干渉してこないんだからな。これで一件落着だな。うん。僕も嬉しいよ。ティナリ、協力に感謝する。こっからは、ここでちゃんと休んどけよ。そうするよ。よし。パルディスディアイの件はここまでだ。時間もちょうどいいし、旅人、次はグランドバザールで落ち合おうぜ。これからも目立たないように行動しろよ。準備ができたら来てくれ。
全員揃ったな。どうだ、それぞれの仕事はうまくいったのか。順番に報告しよう。俺から行く。アーカー社端末の改造は完了した。それに用意するべき道具も全て揃った。次は私だ。旅人とパルディスディアイに行ったんだが、状況はちょっとややこしくなってな。とにかくティナリを見つけることができたが、あいにく彼が戦闘で怪我を負ってしまった。誰の仕業だ。その質問は何というか。旅人、ファドゥイかザンヒョウか、どっちって答えるべきだ。そんなわけで問題も発生したが、博士が船に乗ってスメールから離れるところは確認できた。大事な用事があってスネージナヤにすぐ戻らないといけないらしいぜ。だから博士を排除するって目標は無事クリアだ。それにティナリはもう安静にしてるから心配いらない。そうか。そうだ、ティナリからセノに伝言を預かってたんだ。自分の見たこと聞いたことを信じるってさ。ああ、覚えておくよ。俺の方も順調だ。エルマイト旅団のメンバーたちは今頃すでに目的地に着いてるはず。不用意な行動で敵に気づかれないように旅団はしばらくその場に残る。よくそれだけの人数のエルマイト旅団をスメールシティに連れ込めたな。ラフマンたちの度胸と大胆な戦略のおかげだ。どうやら策が効いたようだな。おめでとう。ん？これで終わりか。なら解散しよう。待てよ、これで解散だって。そうだが、こういう時は士気を高めるために何か言うべきじゃないのか。個人的な意見を求められるなら、俺は家に帰りたい。アルハイゼン、お前ってやつは。たく。ああ、もし何らかの一言を期待しているのなら、俺はあくまで計画を立てることの責任を持とうとしているだけで、リーダーをやろうとしてるわけではないから、適任者を探した方がいい。お前ら教令院の学者たちはよく喋れると思ってたけどな。一つ訂正したい。俺の肩書きは書記官だ。そりゃ分かってるさ。それで？その意味は文字通り会議での記録係で、基本的に発言しない。まあいい。セノも演説好きなタイプには見えないから、ここは私のご主人様に任せようか。ご主人様？旅人のことさ。私たちの間には雇用関係が結ばれたんだぜ。その通りだ。てなわけでご主人様、何か言ってくれよ。私のためだと思ってさ。おお、早速士気を高めることを言ってみてくれ。あれ、みんな集まって何してるの？あ、ミーローだ。こんにちは。邪魔しちゃったかな。全然、これからあんたを探そうとしてたところだ。真剣な顔で集まって、きっと何か大事なことを相談してるんだよね。でもちらほら他の表情もあって、まるで何か悪いことをやろうとしているみたい。楽しそう。いいところに来てくれたな、ニーロー。仲間になる気はないか。え、仲間になる？大事な議論に私も参加するってこと？そう、極めて大事なことだ。ニーロー、君のスケジュールにまだ空いている時間はあるか？え、本当に誘ってるの？私、自分の耳を疑っちゃった。あなたたちは私が知ってる中で一番大胆で心を躍らせてくれるスメール人だね。こはん。あ、そうそう、スメール人じゃないけど同じくすごい旅人とパイン。ヒヒ、
そう来なくっちゃ。私、正直に言うと、ちょっとだけ怖い気持ちがあるの。でも、クラクサナリデビ様のために、私、やってみたい。もし私の力が役に立つなら、すごく幸せだもん。自分を信じろ。うん。明日、グランドバザールのみんなにも手伝ってもらえるようにお願いするよ。うっかりしてバレるなよ。もちろん。準備完了だな。これで解散していいか。言いたいことは思いついたか？ご主人様。そうだ。計画は偉大だし、オイラたちもすごいんだぞ。確かにその通りだ。重要な行動の前夜、良質な睡眠が取れるかどうかは勝敗に大きく関わる。幸い最近うちには俺しかいないから静かだな。え？なんでもない。じゃあオイラたちは帰って寝るぜ。明日は早起きだからな。うん。じゃあちょっと早いけど、ここで行っても大丈夫かな。みんな、おやすみ。いいと思うぞ。じゃあ、おやすみ。来たか。ちゃんと休めたか。オイラはよく眠れなかったぜ。今日やることを考えてたら緊張しちゃって。お前はどうなんだ、アルハイゼン。前日の夜の休息も計画の一部としてみなしている。それに体力も重要な資源だ。当然俺はしっかりと休んだ。お前、自分が冷静だってことを自慢したいだけだろ。計画を実行する前に緊張感をほぐすのも重要なことだからな。ただ人をおちょくってるだけじゃんかよ。緊張なんてほぐれてないぞ。まあいい。それより俺たちがこれからやることについてもう一度説明は必要か。俺たちの目標は大賢者アザールの執務室だ。その執務室には歴代の大賢者だけが利用できる操作台がある。これは教令院内部の人間なら誰もが知っていることだ。あまたの機密指令や操作がそれにより行われ、中にはクラクサナリデビの解放に関する命令もあるだろう。そういえばずっと聞きたかったんだけど、賢者たちはどんな技術を使って神を閉じ込めたんだ？当然だが、学者たちの力だけでは無理だ。だがスラサタンナ聖書の中には、もともとマハールッカ・デバータが単独で瞑想するときに使っていた外界と遮断するための装置がある。そして500年前の大賢者がその装置を改造し、内部から操作できないようにした。つまり神の技術で神を閉じ込めたというわけだ。それでどうやってその大賢者の執務室に近づくつもりだ？今日はジュニアーナ・ガルバの日だ。教令院にとって最も重要な日と言っても過言ではない。ここ最近の教令院の研究成果や法令などを缶詰知識の形でアーカー社に記録するんだ。故に賢者たちと教令院の中核メンバーたちは準備に追われている。各学派の学者たちは多忙を極め、教令院に出入りする人も格段に複雑になっているだろう。つまり紛れ込んで潜入するには絶好の機会と言える。大賢者が執務室から離れ、自ら缶詰知識の記録を監督に行くとき、操作台で送信を解放するチャンスが訪れるはずだ。当然だ。何せこれは表の計画だからな。過去の経験からして、この時間帯ならすでに教令員がジュニアーナ・ガルバの日の準備を開始しているはずだ。神を救うために集まったみんなもそれぞれ位置についたはずだ。オイラたちが先陣を切ろうぜ。ああ、行こう。オイラたち、このまま正門から堂々と入って大
るのか。そうだ、こそこそする必要があるか。何も言い返せない。まあ、もし何かあったらアルハイゼンに任せるからな。書記官。お待ちください、アルハイゼン書記官ですよね。俺だが、どうした？急いでるんだが。いえ、ただ突然あなたがここに現れるなんて驚きまして。最近、賢者の方々があなたを探しているようです。何の用かはわかりませんが。それと、どうか部外者を教令院の中に連れ込むのはご遠慮いただけると。部外者？君はどのようにしてそんな結論を出したんだ？根拠もない推論を口にすれば、君が所属しているチロン派の恥だぞ。それはどういう意味ですか？私はチロン派でもトップクラスの学生です。前回の院内論理学の答弁でも学派の3位を取ったんですから、見くびらないでください。何も見くびってるわけじゃない。ただチロン派の先輩として、ある程度の思考能力を備えた方がいいと思っただけだ。それに君が把握している情報から考えれば、俺が帰ってきた目的も、それに、彼らがここにいる理由も、すべて一目瞭然だろ？そうなんですか。ちょっと待ってください。考えてみますので。まだ答えを言わないでくださいね。賢者の方々があなたを探している、金髪の旅人、部外者。まさか、賢者の方々は、あなたではなく、最初からこちらの旅人を探しているということですか？そして、あなたが教令院からこんなに長く離れていた理由も。し、そこまででいい。さすがはチロン派の優等生だ。君の推測に間違いはない。やはりそうなのですね。先ほども言ったように、つい驚いてしまったので頭が回っていなかったんです。どうかお許しを。先輩からの励ましに感謝します。礼はいい。俺たちはこれで失礼する。はい。教令院への貢献ありがとうございます、書記官。さっきのは何なんだ？あの学者、何が分かったんだ？さあな。お前も分かってないのかよ。ああ。彼がどんな理由を思いついたにせよ。自分自身を説得できるものだったんだろう。いわゆる学者のプライドというやつだ。学術のことで指摘された途端、すぐ知ったかぶりをしてメンツを保つ。今の教令院には、そういった学者が数多く存在している。自分を賢く見せてるんだ。その姿がどれほど愚かなのかも知らずにな。なるほど。賢い人を相手にするときは、それ専用のテクニックがあるんだな。こっちで言い訳を考える必要もないなんて。無駄にできる時間はない。タイミングを逃せば面倒なことになる。早速入るとしよう。ここって教令院の図書館だよな。ああ、教令院の知恵の殿堂だ。テイワット最大の図書館と言えるだろう。ここって結構学生たちが通るんだよな。こんな堂々と入って本当に大丈夫なのか？もともと教令院の日常はペースが早い。さらに今日はジュニアナガルバの日だ。自然に振る舞えばいい。急ぐぞ。この台って何？これは教令院内部のリフトだ。高層階に通じている。大賢者の執務室も上にあるんだよな。じゃあこれに乗っていくのか。いや、まだ大賢者と鉢合わせする可能性は排除できない。とりあえず近くで観察しよう。大賢者がこのドアから出てくるってことか？
それで、こっそり忍び込むんだな。なんだかスリルいっぱいだな。どうなるかは知らん。だが、アザールが今どこにいるのか確認できれば、今後の行動は一気に安全になる。では、お前たちにヒントをやろう。私の居場所を知りたければ、後ろを見てみるといい。こんなに長いこと姿を消していたのに、教令員がまだお前のことを完全に信頼しているとは思わなかっただろう、書記官。随分と前からお前の目撃情報が寄せられていた。だからこうして、私自らお前をわざわざ迎えに来たんだ。まさか大賢者様が、そんなにも俺に関心を持っていてくれるなんてな。身に余る光栄だ。ああ。だがお前よりもっと関心があるのは、そちらのお二方。旅人とパイモン。そうだろう？お二人はスメールの賓客。オシムラクは今日になってようやく会う機会に恵まれたこと。実にいい。回りくどいことをせずに、直接交渉を持ちかけるか。現状をよく理解していて、無謀な抵抗をするつもりはないということだな。いいだろう。だがここは人がよく通る。話し合いには向いていない。私の執務室まで来てもらおうか。外も中も衛兵で囲まれてる。オイラたち、本当に逃げられないみたいだ。では、旅人。私と何を話したいのかね？今日は、ジュニア・ナガルバの日だ。私にはまだ処理すべき仕事がたくさんある。お前たちを取り押さえるまで、そう世間話をしている時間はない。なるほど。こちらがしていることをだいぶ把握しているようだな。だというのに、我々の偉業を賛美せず、そんなさまつな気がかりで私を揺さぶろうとするとは。さまつ？では、ファデュイが私から何を得ようとしているのか、言ってみたまえ。ふん。話にもならん。全く話にならんよ。利益、神の権利。お前はこんな卑俗な言葉で私たちの偉業を汚している。神を作る。我々は人類の知恵をもってして神を作っているんだ。もし人類が全知全能に届かないのであれば、神を作ってそれを工事すればいい。これこそが人類が到達できる知恵の頂点。我々は神の導きを再びこの手にする。もう二度と意識と知恵の暗闇で、あてもなくさまよう必要がなくなる。たとえ世界中の危機であろうとも、最後にはあっさり解決できるだろう。これは学術都市の最終的な夢。そのためには、あらゆるものを代償にする価値がある。神が自分の手から誕生するその喜びを、お前では永遠に味わえないだろう。お前の知恵では、この感情を理解するには不十分だからな。一つだけ言うならば、神は人類よりもはるか高みにある存在でなくてはならない。クラクサナリデビ、彼女に何ができる？民をなだめる？砂人への対策？それとも、荒唐無稽なおとぎ話でも作ることか？そんなの、教令院でも簡単にできる。ならば、私たちも神なのか？我々はマハールカ・デバータ様の恩恵を受けた民。このマナコで見たことがなくとも、我々の先祖たる学者たちは、真の知恵を見た。だが、今のクラクサ・ナリデビは、神の座にいても、
学者たちに迷いをもたらす。あれが真の知恵なのか。ならば、彼女にずっとスラサタンな聖書にいてもらった方が、学術環境もより安定する。そんなのへりくつだぞ。それじゃあ、とても賢いやつとか、とても強いやつだけがいい神になるってことだろ。やはり大賢者様の判断と同じ。彼らは確かに危険な存在。教令院に反発しようとしただけでなく、その思想も学者たちの考えを歪める。俺の任務は確かに価値があったようです。アルハイゼン？オイラたちのことを言ってるのか？とにかく命令通りにこいつらを教令院まで連れてきました。少しばかり手間取り、だいぶ時間がかかってしまいましたが、ああ、それからご要望の調査報告も、旅人に関するあらゆる情報を詳細に記載しました。俺がこれまで彼と一緒に過ごしてまとめてきたものです。どうぞお目通しを。アルハイゼン、お前やっぱり教令員側の人間だったんだな。オイラたちやっとお前のことを信頼したのに。よくやった。とても詳細にまとめられている。それに指摘するような箇所もない。さすがは書記官。実にレベルの高い報告だ。今日はちょうどジュニアーナガルバの日。その情報も一緒にアーカイ社へ入れよう。これが何を意味するか知っているだろう？セノみたいになるのか？アーカー社の演算能力によりお前の行動は全て予測される。その正確さは少なくとも 98% 以上。しかも視覚情報からリアルタイムに修正される。つまりどこへ行こうとも形のない檻がお前を囲っているということ。これがスネールにおける信用に足らない人物に対する最高の待遇だ。権力を与えると同時に同じ程度の疑惑を持つ。こんなことも理解できないのか？とにかくお前はスメールの外から訪れた最大の変数。お前を縛ることでリスクが大幅に下がる。卑劣？お前たちから見れば確かにそうかもしれないが、しかしもう覚悟はできていたんだろう。ここで旅人を犠牲にするのがお前たちの計画じゃないのか？アザール様、言いたいことはわかりました。俺はずっとあなたの計画通りに動いてきたというのに、今になって俺を疑うというのですか？わざわざ私が計画を暴かなければならないのか？まあいいだろう。説明してやる。まず、お前と旅人はキャラバン宿駅に姿を見せた。しかしすぐに砂漠に入り、監視の目から逃れたという情報を私は受け取った。タイミングから察するに、離反して砂漠に逃亡した大マハマトラのセノと合流したのだろう。私が言っていることに間違いはないか？まさか、オイラがさっきセノの名前を言っちゃったから。長い間、教令員はお前から情報を受け取っていなかった。その上、お前の周りには、クラクサナリデビとかなり信仰のある彼らの先導のもと、お前が教令員を裏切る確率はいかほどだろうな。合理的に考えて、5割？いや、7割か。どう思う？いくら言葉を並べようとも、それはただの推測。俺が旅人をあなたの前へ連れてきたのも、約束通り報告を提出したのも、事実として目の前にあること。そう。それは唯一敬意を払えるところだ。旅人は部外者であるにもかかわらず、
お前たちの計画のために犠牲になろうとしている。私の推測が正しければ、クラクサナリデビを救うため、そして我々の偉業を打ち砕くために、お前たちはおそらく二つの策を用意したのだろう。まずジュニア・ナガルバの日に教令院へと紛れ込み、アルハイゼンの書記官という身分を利用すれば、クラクサナリデビを助ける方法を直接見つけられる可能性も高いだろう。もしお前たちの作戦が見抜かれたら、アルハイゼンはトカゲの尻尾を切るように旅人を犠牲にして身の潔白を証明する。そして教令院に潜んで引き続き方法を探すというわけだ。セノはアーカー社の計算によると、近いうちに教令院に戻って私と対峙することになるだろう。おそらくこれもお前たちが想定していた計画の一部なんじゃないか。ち、では俺が今更何を言おうと、裏切り者として扱うということか。たとえそれが冤罪だとしても、そっちに大した損失はないというわけか。いやいや、アルハイゼン書記官を失うのは教令院の正常な運営においても、スメールの未来の学術建設においても取り返しのつかない板で、ただ現状から見るに、我々の神作りの偉業にとっては確かに取るに足らん。教令院を裏切ったというが、アザール、君はこのスメールを裏切り神に背いたものだろう。あがくのを諦め牙を剥いたか。さて、衛兵たちよ。失われた神の缶詰知識はお前の手中にあったのだな。アザール、裏切り者め。いかに理性的な学者でも絶望の淵にいれば神を頼ろうとする。お前も私と同じではないか、アルハイゼン。ただ残念ながら神がお前を救うことはない。奴はもう完全に狂った。マハマトラに引き渡し、アール村に追放しろ。それからこの旅人を監禁室に連れて行け。処置は後で決める。は、大賢者様、ジュニア・ナガルバの日の準備が整いました。缶詰知識の記録を開始できます。よかろう、始めよう。惑わされるなんて、アルハイゼンの計画ってとんでもないな。で、これから何するんだっけ。緊
張してたせいか、オイラあんまり覚えてなくって。おう、確かこんなことを言ってた気がするぞ。これ以外にも第一段階の行動にはもう一つ目的がある。それが旅人を監禁室へ送り込むことだ。え、わざとこいつを閉じ込めるのか？なんでだよ。彼は賢者にとって最も警戒すべき対象であり、計画を脅かす最大の敵であることを奴らは誰よりも知っている。しかも旅人の拘束に成功すれば、おそらく賢者たちは全てを掌握したと思うだろう。奴らの警戒心が下がれば、俺たちの今後の行動は成功率が一気に高まる。お前がそう言うと、あいつらの得意げな顔が目に浮かんでくる。心理的なものってことか？でもなんだか割に合わない気がするぞ。もちろんそれだけではない。監禁室にいる君にはもっと重要な任務がある。ラフマンに捕まった教令員の学者たちによれば、クラクサ・ナリレビはアーカー社で意識を博士に囚われた後、自身の意識を封鎖し始めたという。博士たちがその中からさらなる情報を得るのを避けるためにだ。つまり、たとえ俺たちがスラサタンの聖書をどうにかできたとしても、クラクサ・ナリレビの意識を呼び起こすには時間がかかる。だからこの件は前もって手を打っておかなければならない。じゃあ、オイラたちがナヒーダを呼び起こす担当ってことか？なんだかやりがいがありそうだな。監禁室は教令院内部にある。スラサタンの聖書からもそう遠くはない。その上、完全に閉鎖された邪魔の入らない空間だ。とりあえず、ラフマンのところにいる学者たちに協力を仰ぎ、君のアーカー社端末を改造しよう。その後、君たちはクラクサ・ナリデビに近い場所から意識を訪ねてくれ。しかし、彼女を呼び起こせるかどうかは俺たちの運次第だろう。おお、だから今日ずっとアーカー社端末をつけてたのか。これがアルハイゼンの改造したバージョンなんだな。ここに閉じ込められるとき、アーカー社端末も回収されるんじゃないかと思ったぜ。あいつら油断してたのかな。それでオイラたちは今からどうすればいいんだ？聞いた感じそう難しくなさそうだな。久しぶりにまたナヒーダと話せるのか。ひひ、早くやろうぜ。アーカー社端末が光ってるぞ。ランプの点滅が早ければ早いほど信号が良好ってことだよな。あれ、モーラだ。モーラがいるぞ。ずっち、違う違う、オイラたちは宝探しに来たわけじゃなかった。ここか。信号がまた途切れたぞ。何かの妨害を受けたのかな。今回は当たりか。どうだ。はあ、うまくいくといいな。
始まりはいつだったかしら。ええ、そうだわ。生まれたあの瞬間から始まったのよね。私は一人前の神になりたかった。そのためにずっと勉強して、民の心の声に常に耳を傾け、世界樹を助ける方法を探し続けて、あの後ろ姿に追いつこうと願った。ナハール・カデバータに追いつきたくて。だけど、私は、スラサタンナ聖書に軟禁されている、賢者たちが創造する新たな神が、仕方なく、私は、この意志を果てのない暗闇に閉じ込めなければならなかった。ナヒーダナヒーダここは静かね。そういえば、自分の声をちゃんと聞いたことがなかったわ。神にも心の声はあるのかしら。神に心の声はあるべきなのかしら。私の行いは、すべて正しいの。私は、本当に必要とされていないの。私自身、本当はどう思っているの？ここは、静かね。もしあなたが知恵の神なら、さっきの質問の答え、最初から知っているでしょ？あなたは、誰？誰の声？懐かしい。でも、あなたの言う通り、私はもう、自分の声を無視したくない。ナヒーダ！ナヒーダ！あなたが呼び起こしてくれたの？ありがとう。でもどうしてここに？助けに来た。大丈夫？大丈夫よ。ただ、私の身に起きた数々のことを思うと、今はなんだかすごく怒っているみたい。だいぶ前から怒るべきだよ。賢者たちはもうジュニアナガルバの日の作業を終わらせたんじゃないか？だな。そしたら次はニーローの出番だ。ニーロー、本当にやるつもりか？あいつらのためにこんなリスクを犯すなど。うん、行ってくるよ。私がどんな上演の機会も逃したくない人だって知ってるでしょ。それに今回のステージはとても意味があることだもん。わかった。どうやら君はあの者たちをとても信頼しているようだ。俺から言うことは何もない。しかし万が一のことがあった時、俺たちでは助けられないかもしれん。安心して。
人たちは危ない状況を解決できる実力者ばかりだから大丈夫。ああ、わかったよ。だが、もし君が本当に捕まったら、俺たちは命を懸けてでも絶対に助けよう。俺たちのためを思って本当に気をつけてくれ。ありがとう、ツバイルさん。みんな本当にいい人だね。ミイロ、どうだ？緊張してないか？確かに普段のステージよりは緊張してるかな。でも単にうまく踊れるかが不安なだけだから。うん、ステージに集中すればいい。他のことは劇場のみんながやってくれる。お前ってやつはほんと口がうまいな。一緒に手伝いに来たのに、なんでいいところは全部お前が持っていくんだか。一段落したらみんなにご飯を振る舞うよ。みんなの気持ちには本当に感謝してるから。おっと、こんなラッキーなことがあるなんてな。わかった、その時は絶対に遠慮しないぞ。はいはい、真面目な話に戻ろう。ニーロさん、俺たちはとりあえずここで教練員に行こうとする人を止めて、通行人がステージの邪魔をしないようにする。ああ、俺は教練員で変な実験が行われていて、魔物が逃げ出したっていう、とても危険だから絶対に行くなってね。もっと別の理由はないのか。まあいや、教練員なら本当にそういったことをやりそうだし。私もその理由がいいと思うよ。じゃあ、あなたたちに任せるね。安心しろ、お安いご用さ。いらしたんですね、ニーローさん。こちらはまだ取り込み中ですが、無料のヤルダーキャンディーを配布して広場にいる邪魔な人を誘導する計画はかなり順調です。そうだ、よかったらお一つどうです？どうせ配りきれないでしょうし。本当にお疲れ様、リハル。花の騎士の格好までしてくれて。キャンディーなら大丈夫。上演前は体型を維持するためにしばらく甘いものを控えるようにしてるの。もうすぐステージが始まるし、なおさらだね。そうでしたね。ステージは開けてあります。準備も全て済みました。いつでも上演を始められますよ。本当にありがとう、あなたのおかげだね。じゃあステージに上がる準備をしてくるよ。どういたしまして。こんなに近くであなたのステージを見られるんですから、得したのは私の方です。なんというか、言葉じゃ表せないな。そうね、でもこういった公演はもう固く禁止されてるはずよね。それでも行うなんて。大賢者様、外の状況が。実にくだらん。先ほど記録した芸術禁止令を発布しろ。どうすべきかわかるはずだ。俺たち止めた方がいいんじゃ。もう少しだけ見ていよう。
走っていくような音がしたぞ。これって計画が次の段階に進んだ証拠だよな。おう、そうだな、うまくいってるみたいだ。そういえばアルハイゼンはいつの間にもうすぐアーカー社に記録される缶詰知識をすり替えたんだろう。あの時か、オイラすっごく緊張してたから。そういえばアルハイゼンのやつ、前にオルモス校でも同じようなことをしてたよな。みんなが緊張している隙を狙って傭兵のボスからこっそり神の缶詰知識を奪ってた。あいつにとって何度やっても成功する技ってことか。はん、なんであいつを褒め始めてんだよ。確かにちょっとは頭が回るけど、すーっごいムカつくやつだろ。それよりもう一回この段階の計画を思い出してみようぜ。どうせやることもないし、少しは心も落ち着くだろう。ニーローの任務は確かこういう段取りだったはずだ。今クラクサナリデビの意識は閉ざされるまで追い込まれ、教令院の中心人物と衛兵たちはまたアーカー社端末をつけ始めた。多分博士の技術を後ろ盾に何も恐れなくなったのだろう。あんな奴を頼るとは醜悪の極まりだな。しかしそれが俺たちのチャンスでもある。芸術禁止令に関する缶詰知識の内容は、俺が教令院にいた頃起草を要求されたもの。それは今大賢者の机の上にあるはずだ。次のジュニアナガルバの日にアーカー社へ記録されるだろう。賢者たちは本当に芸術の一切を禁止にするのか？そんなのあんまりだぞ。俺はそれに似せた缶詰知識を作る。ただ今回はその中に偽の情報を忍ばせよう。そして隙を見つけ、二つの缶詰知識をすり替え、ジュニアナガルバの日に登録させる。その後、芸術禁止令に違反する人物が現れれば、賢者は必ず芸術禁止令をアーカー社で交付するはずだ。偽の情報も警備を担当する者たちの脳内へと伝わる。ややこしいな。だが、その工程さえうまくいけば、何の代償もなく、教令院内のセキュリティを無効化できる。なかなかよくできた策だ。これが頭脳戦ってやつか？ただ一つ気になるんだが、偽の情報を脳内に送り込んだところで、衛兵たちは絶対に信じるのか？アーカー社に依存することに慣れてしまった者は、好奇心が次第に薄れていく。そうなれば、情報の分別能力もかなり落ちる。やがて、アーカー社からの情報を真理とみなすようになるだろう。アーカー社は、人を機械にする。何度も見てきた光景だ。なるほど。幸い、私はスメールシティで働いてた時、そう長くつけてなかった。私も最初は 100% いいものだって思ってたよ。ああ、そうだ。この計画には芸術家の参加が必要不可欠ってことだよな。誰か当てがあるのか？ニーローだよ。ズバイルシアターのニーロー。結構仲がいいんだ。あいつなら絶対に信頼できる。ただ、こんな危険な計画に参加させるのはちょっと気が引けるけどな。ひとまず彼女に直接会って、ニーローの意見を聞いてみよう。ああ。教令院内のセキュリティを無効化したら。わかってる。そこからは、私とあの密航野郎たちの番。だろ？おい、見ろ、ラフマン。あいつら、こぞって教令院から出てきたぞ。シティに長いこと潜伏して、この瞬間を待ってたんだ。野郎どもも動き始めてる。教令院の中にいられちゃ手出しできないが、教令院から出さえすれば。お前みたいな目獅子がいるなんて、あの獲物たちもついてねえな。なるべく早くシティで奴らを片付けないとな。
賢者たちに気づかれたら計画が水の泡になる。給料をもらっていい暮らししてる連中なんてたかが知れてる。毎日砂漠で鍛えてる俺たちに比べたら有利なのは人数くらいだろう。そういえば教令院の六大賢者直属の衛兵たちは大半が30人団の傭兵だが、その評判はかなり悪い。賢者たちの言いなりで傭兵としての理念も全くない。ここは同業者として今日はしっかり奴らを懲らしめてやらないと。そうだな、罠はすでに張った。あとは人を誘い出すだけだ。ああ、お前と私で二手に分かれてチリチリになった衛兵たちをもう一度集める。ただ衛兵の注意を引けるかどうかはイザーク次第だ。こんな重要な任務をあのガキに任せて危険な目に遭わないのか。大丈夫さ。それにイザークがどうしても手伝いたいって言うんだ。あの子を信じよう。それにあいつが捕まったとて衛兵たちは彼に手出しできない。彼らもクラクサナリデビの本当の姿を見たことないだろう。確かにな。もう人が見えてきた。俺たちも出発しよう。ああ、じゃあな。この服、うん、イザーク、自分のやるべきことは覚えてる？衛兵たちが来たらクラクサナリデビに扮して彼らの前から逃げるのよ。うん、もちろん覚えてるよ。でもちょっと緊張してて。リラックスして。自分が捕まるかどうかなんて考えなくていい。たとえ捕まっても私たちが必ず助けに行くから。イザークはどうやってあれら衛兵の気を引くかだけに集中して。彼らをグランドバザールまで誘い込んだらあとは私たちに任せてちょうだい。わかった。俺、おじいちゃんの代わりに、クラクサナリデビ様に恩を返すために来たんだ。だから、逃げたりしないよ。おい、あいつらが来たぞ。教令院の衛兵だ。よし、時間だ、イザーク。呼吸を整えて。行け、頑張れ。なんであっちにも衛兵が。まさかもう先回りされたの？計画とちょっと違うけど、もう時間がない。早く決断しないと。家屋の後ろを見てみよう。次はどうしよう。誰もいないか。時間の無駄だったな。木の後ろまで来なくてよかった。次はどうし、衛兵がすごく警戒してるみたい。次はどうしよう。ここは何も異常はないようだな。やっと衛兵が離れていったみたい。早く行こう。おい、クラクサナリデビがあっちにいるぞ。待て。クラクサナリデビ、なんでさっき気づかなかったんだ。まずい、見つかった。どの方向に行こう。クラクサナリデビらしき目標がブランドバザールに逃げ込んだ。すぐに集合し、奴を捕まえろ。どこへ行った？消えた？まさか見失ったのか？早く探せ！おい、お前たちの隊がどうしてここにいるんだ？別れて捜索するはずだったろ。早く追え！ん？ここは？どうしてお前たちがここに？そうだな。
本当に珍しいこともあるもんだ。揃いも揃ってここに集まるなんて、一体どういうことだろうな。これで全員か？誰だ？まさか貴様ら、わざと？何をするつもりだ？本当に、大変な役回りだったよ。あと少しで追いつかれるところだった。ガキ、まさか、クラクサなりデビじゃない？貴様たちは一体何者だ？砂漠にいるエルマイト旅団か？ちょっとした同業者さ。商売敵でもいいし、個人的な恨みだと思ってもいい。だが、私たちの罠にかかったからには、自分を狩人だと思わないことだ。ちゃんと、獲物になってもらわないと。待ち伏せだと？ここはスメールシティの中だというのに、砂漠の傭兵たちに待ち伏せされたのか？ずっと教練員にこもって出てこないからさ。ここはとっくの塔に、私たちの狩り場だ。観念しろ。この感じ。ジュニアーナガルバの火の儀式が先ほど終わったことにより、やっと少し静かになったか。ただ普段と比べて、いささか静かすぎる。衛兵はどこだ？今までいた衛兵たちはどこへ行った？衛兵！衛兵はいるか？大賢者様、どうなされましたか？私が呼んだのは衛兵だ。お前が来てどうする？申し訳ございません。大賢者様。現在、教練院内にいる衛兵は全員命令に従い、身柄確保のためにシティへ向かっています。大賢者様はご存知だと思っていたのですが。身柄確保？何を捕まえるというのだ？なんだ、この嫌な予感は。それは、クラクサナリデビですが、違いましたか？クラクサナリデビ？クラクサナリデビがいなくなったというのか？はい。このような重要なことを冗談で言えるわけありません。今は皆さん混乱していて、クラクサナリデビが我々に報復をすると言っている人も少なくありません。どういうことだ？一体何が起こっている？クラクサナリデビが逃げただと？まさか、アルハイゼンたちが救出に成功したのか？いや、ありえん。今日の警備は特に厳重なはず。クラクサナリデビを解放する命令も、セキュリティは絶対的なものだ。それに、アルハイゼンと旅人はすでに捕まっている。奴らは一体何をしたんだ？クラクサナリデビが急に消えるわけが。消える？待てよ。おい、身柄確保の命令はどうやって衛兵たちに出された？少し前にアーカー社によって出されました。このような情報を発信する権限はあなた様の手にしかありませんので、てっきりあなた様が下された命令なのかと。待て、今確認する。クラクサナリデビがスラサタンナ聖書から脱走した。直ちにシティへ向かい身柄を確保せよ。アーカー社には確かにこの情報があり、脳内にも明晰に浮かんでくる。奴らは一体どうやって私の権限をかいくぐり、この情報を発信したのだ？まさかアルハイゼンの提出した旅人についての報告か？いや、私がそれをアーカー社に記録する前、あの缶詰知識は念入りに調べたはず。もしや、あれは私の注意を引くためだけのものだったのか？まあいい。今それが分かっても何の意味もない。肝心なのは、クラクサナリデビの状態を確認することだ。お前たちは、
クラクサナリデビが本当に脱走したかどうか、スラサタンナ聖書に行って確認したか。確認？いえ、していませんが。その、失礼かもしれませんが、大賢者様のおっしゃっていることは、いささかおかしいような。アーカー社の情報が偽りである可能性はないはずです。これは、我々にとって疑いようもない常識。もしも、アーカー社の情報と知識でさえ、自らの確認が必要なのだとしたら。では、初めから自分で知りに行くのと何の違いがあるというのでしょう。マハールッカ・デヴァータの貴重な遺産も、意味を失ってしまうのではないでしょうか。確かに。当時お前たちにアーカー社とマハールッカ・デヴァータの遺産を信じて疑うなと言ったのはこの私だ。つまりお前は今、その言葉をもってして私を疑おうとしているのか？いえ、大賢者様。あなた様の言葉を信じているからこそ疑問に思ったのです。決して反論しようという考えはございません。ふん、お前はここを守っていろ。近くに怪しい者がいないかよく見ておけ。スラサタンナ聖書には私が直々に向かう。大賢者様。クラクサナリデビがスラサタンナ聖書から脱走した。直ちにシティへ向かい身柄を確保せよ。そんなバカな。もうこの可能性は考えるな。考えてはならん。おそらく奴らが何か小賢しい真似をしたのだろう。私がこの目で確かめればきっと。のバカな。こんなバカなことはありえない。私の目が狂ったのか。ああ。な、また現れただと。一体どういうことだ。実に滑稽な姿を見させてもらったよ、アザール。お、アーカー社によって脳内へ何らかの考えを植え付けられると、たとえ大賢者でも目の前の物事を正しく認識できなくなるのだな。お前たちはいつも自らの脳内にある世界と自らの思う世界しか見てこなかった。だからこそお前たちはクラクサナリデビの存在を無視した。彼女が聡明な神であるにもかかわらず。セノ、お前はずっとこのような機会を待っていたのか。お前が再び私と対峙することをアーカー社が予測していたが、このようなシナリオになるとは思ってもいなかった。私の油断が招いた結果か。自らの過ちを認めてまでアーカー社の問題だとは言いたくないか。やはり相変わらずだな。プライドの高いお前がアルハイゼンや旅人たちと手を組むとは確かに予想外だ。人は変わるぞ、アザール。アーカー社はもう俺の行動を予測できない。そろそろ認めたらどうだ。ふん、お前たちが何を調べ上げたのか言ってみるがいい。時間稼ぎか。ここはスラサタンナ聖書だ。お前自身が定めた規定により、教令院の者がここへ入ることは禁止されている。誰も助けになんて来やしない。調べ上げたことについてだが、少なくともお前が神に逆らったという重罪を犯したのはもう知っている。それがどうした。まさか私にお前の目の前で罪を認めろとでも。大マハマトラ殿。いや、神の前で罪を認めろ。お前はかつて俺にお前を審判する権利はないと言ったが、今神の名においてならどうだ。あとどれくらい待てばいいんだよ。外がどうなったのか知りたいぞ。もうだいぶ長いこと外に動きがないみたいだけど、まさか何か起こったんじゃないか。
できるけど、ナヒーダはずっと一人でスラサタンナ聖書に閉じ込められてたんだよな。本当にかわいそうだぞ。よっ、救世主が来てやったぜ。ちゃんと私に感謝するんだな。ここの鍵を手に入れるのに一体何人の衛兵を身体検査したか。あいつらを倒すより大変で本当に疲れたぜ。大変だったんだな。あ、オイラが肩でも揉んでやろうか。いや、それだけは遠慮しておこう。何慌ててるんだよ。あ、もしかしてくすぐったいのが苦手なのか？まあまあ、今はそんな話をしてる場合じゃなくてだな。シティの状況だが、セノの方も順調だ。教令院から送られた衛兵たちも、全員片付けたぜ。防衛を担当する30人団についても、すでにアスファンドさんに連絡を取った。彼らもとっくの昔から、人を顎で使う賢者たちにうんざりしてたようだな。雇用契約に違反しないことを前提に、今回の件を見なかったことにしてくれるらしい。これも、お前たちがシティの30人団と昔から知り合いだったおかげだな。それで、セノの方はどうなったんだ？大賢者はすでにセノが取り押さえた。セノの手に落ちることがどれだけ怖いか、私でさえ知ってるぜ。おそらく、大賢者もそれを理解しているはずだ。クラクサナリデビを解放するようセノが命令したら、奴はそれに従うしかないだろうな。だから、早くスラサタンナ聖書に行くといい。うまくいっていれば、私たちは、神を救ったってことだ。まさか神を救うために結成された臨時のチームが、こんなにも頼もしい存在だなんてな。早く行くといい。シティの後片付けは私がやる。後でまた落ち合おう。ナヒーダ。はじめまして。と言った方がいいかしら。現実で会うのは、これが初めてだったわね。ナエはずっと、夢の中や、意識の中、あるいは、他の人の体にいた状態で会っていたから。ええ。私を助けに来てくれて、本当にありがとう。同時に、あなたたちには謝らなければならないわ。ここ最近、ずっと反省していたの。今の局面は、私の自分に対する悲観と、教令員に対する譲歩によるもの。そのせいで、あなたたちには数々の迷惑をかけてしまった。そうだぞ。オイラたちは、ナヒーダがいい神で、友達だからこそここに来たんだ。そう言ってくれて、ありがとう。本当に不思議な感覚だわ。自分の体でカゴから出ると、こんな気持ちになるのね。まるで、とても長い夢を見ていたかのよう。今このひとときが、夢から覚めた瞬間なのか、それとも、
この世に誕生したばかりなのかさえ見分けがつかないわ。私についての概念と認識も、とても明晰なものになっている。でも、今はこんな感覚に酔いしれている場合ではなかったわね。ええ。本当にごめんなさい。今さっき、神を一人救ったばかりのあなたたちに、これからさらに、国と、ましてや、世界をも救ってほしいと頼むなんて。大丈夫だ!ナヒーダがいれば、きっと解決できるぜ!それともう一つ。なんだ?教令員が私にしたこと。そして、彼らが知恵の名のもとに行った愚行。そのすべてに対し、神の名において、しかるべき報復を与えるつもりよ。おお、よし、そう来なくっちゃな。もういじめられてばかりのナヒーダじゃなくなったってわけだ。今更だけど、わかったの。きちんとした神になるには、まずきちんとした自分にならないと。毛虫の段階からしっかりしていないと、いい蝶々にはなれないでしょ?ええ。そういえば、教令院の神を作る計画は、どこまで進展しているのかしら。とにかく、あの偽りの神の誕生を防ぐには、早く行動しないといけないわね。でもその前に、少し準備が必要ね。拘束から解放された今の私なら、アーカー社の中心に直接接続して捜査を行うことができるわ。まず、博士がアーカー社の中で私にかけた封鎖を解かないと。それから、少し調整を施して、賢者たちの権限を取り消す。アーカー社を神のみが操作できていた原初の状態にするわ。何せ。教令員は、マハールッカデバータの信頼を裏切ったんだもの。これには少し時間が必要よ。その間、あなたたちも準備が必要ならしてきてちょうだい。もし、送信計画の阻止に間に合わなかった場合、非常に厳しい戦いが待っているのは、間違いないでしょうね。今のうちに、戦う準備を整えておこうぜ。準備ができたら、辺りを回ってみよう。オイラたち閉じ込められてた時にいろいろと見逃したから